BGM が鳴り響く中何事もないかのようにたどんをやる霊夢です。今回もパンサバの爆破です。この先におそらく敵がいるのでサクッと蹴散らしてしまいましょうと思いきや A に走っていったらしいですね。いません。お、このまま行けば裏を取れそうですね。あ、今回は珍しく K2 を使っています。理由、韓国製というだけあって安いです。 AK が7か7000クレジットに対して K2 は7か5000クレジットです。その分、性能は低めに設定されている気がします。 AK は胴体35前後に対して K2 は胴体20も入りません。多分しかし、頭部に当てれば K2 でも100超えは確定するので一生狙えれば強いです。この距離でどのぶつ払ねえ。さすがにこれは間に合いませんね。なぜかいけないと攻撃。ミッションフェイル。レッドチームウィン。私もお兄さんいるんだけど、安定の同じところから侵入です。と思いましたが、今回はこっちに行きます。をやっていたみたいです。それならルート変更しなければ裏からホイホイできた可能性が。ここはガチ歩きで完全に足音を消します。お前は死ぬかよ。危なかった。お前が死ぬ。あれなんで勝てたんだろう。そうか、味方さんが砂で反射にしてくれたのか。そうそう、コン BGM を流していますが、邪魔になりますか。ま、邪魔になるから消してというコネ来てもオープン主の気分次第なので消さない可能性ありです。え、何？ゆっくり実況なのに東方の曲は流さないのか。だってそれに関しては深くは言えません。もし無許可でどの BGM も使っていなら、動画の OP として間違いなくバトルギアムの OP を使っているだろう。残りはお前だけだ。叩き潰せ。それにしてもこういう時にアサルトって重いと思ってしまいます。成り行きからして A 設置、そしてその周りから解除待ちと予想は、やっぱりしていたか。この先の BL で張ってるかな。お、撃ってきましたね。カウンターしましょう。おや、ここに組んだ。で、こいつらしたなのにどんどんだ。赤もよりにもよってないっきゅう。レッドチームウィン。様子からして突撃した敵にも撃たれたのでしょう。よし、設置妨害成功。あとはトンズらして時間を少し稼ぎます。
通にフィーダーで設置している人がいましたね。この辺りには誰もいないはずなので飛ばしていきます。マズルクラッシュ、そこかヘッショット。あ、出遅れた。レッドチームウィン。ようやく味方の増援です。砂使いが来ましたね。これに厄介。今回は味方さんがノリノリですね。オールキルを妨害させる。あ、危なかった。マウスを触れなかったら終わってた。そりゃ、誰でもビビると思う。味方さん、開幕で使ってると後で後悔するよ。なのでルーターを変えていきます。A 側近の味方がやられたので急いで向かいます。今足音が鳴ったな。よしよし、排除完了。ちょっと決め打ちしてみようかな。ナイスショット。よいたしもありですね。あ、リロード。よし、OK。ここ来ませんね。A 行き安定でしょうか。おっと、足音が聞こえたのでマクロで注意を引きます。ミッションクリア。ブルーチームウィン。ま、なんとかラウンドを取って気がついたら逆転していますね。ようやく警戒し始めているのでしょうか。後ろに味方が来ました。おとりになるから後ろでフォローっぽいことをさせます。はぁ、なんか横かでしょう。味方が砂一本で全滅させてしまっただと。それでは、ご視聴ありがとうございました。